寄ってきましたけどね。えらいな、ちゃんとジンバルで撮ってるよ。今時刻が7時前。で、反対側の方に抜けてきちゃってますけど、あの関西高線乗るんでこっち側でいいんですよね。ぶっちゃけ。そこまで外れちゃいいねんすよ。なんで、青波線の方、まあ、どっちもないからいいんですけど。こっちの JR 線の方から乗ってこう。まああとはもう余計帰りだけですよね。東京橋で買ったやつとかのレビューももう今撮っちゃったんでね。そしたらね、ちょっとね、緊急事態発生でございますよ。緊急事態というかね、私自身じゃないですけどね、例の岸さんとね、前に話したやつがサブチャン枠で話してるんで、ちょっと公開時期がどうなってるのか分かりませんけど、今ね、休んどってね、ちょっとね、自分の動画のチェックとかもね、ちゃっと済ませながらね、おったらですよ、LINE がいつピコンと入ってきまして、会社退職することになりました、人によってはね、あれですよね、そもそも就職してたっていうことすらもう知らないんじゃないっていうレベルなんですけど、そうなんですよ。実はね、就職に成功しまして、一応ね、正社員で入ったんですよね。あ、いいやん、羨ましい。で、こっちから非正規だよ、ずっとってね、言っておったんですけど、それが3週間ぐらい前か。3週間ぐらい前にその話をしとって、で、先週一緒にご飯を食べに行って、まあ、なんとか続きそうですっていう話をしとって、ものの1週間で退職と。あんやろあいつはだからもう YouTuber なしかいないんだよ。だから一般の会社の就職は無理なんだからね。あ、ちなみに実はあまりというか、多分特に YouTube の方だと誰も知らないと思いますけど、あの実はうちも19時4全然ねえじゃん、マジか。まあ時間もあるし、話しながらあれしとろうかな。区間快速だとどっちの方が速いんだ。いや、はったはずかに、ね、の止まるんだから、さすがに。あ、ダメだ、51分発桑名行きか。あ、じゃあどっちにしろ19時4分のやつに乗るしかねえのか。マジか。どっかで話の続き取ろう。奥行こう。まあいい、時間はたっぷりあります。別に終電までに帰りゃいいんで。何の話してたっけ。そう、それで岸さんね、そう、実はあの実はニコ動ではうっぷ主なんですよ。で、なんなら調べてみたら、私もあの知らんかったんですけど、なんならあの ID はうちが RC2 世代なんで2008年とかに撮ってるんですけど、もう一つ世代前の、RC 世代なんですね、彼京子さんじゃんっていうで、なんなら彼の出してた動画が2万再生とか3万再生とか入っているのもあるんで、なんならうちより全然再生入ってるんですよね。うちが一番回ってる動画が2009年に上げた動画が1800再生ぐらいいってるのが一つあったかな、バイス・シュバルトの回復動画で、ですが2万再生とか回ってますからね。うちの多分全部合わせたやつより全然トータルの再生数多いんですよ、向こうの方が。なので、なんならね、多分ね、いわゆるニコから
動画、マット動画とかが流行っとった時期に作ってたやつがあるんで、ワンチャンニコ生で見てる人だったら ID でパッて見たら俺見たことあるわっていう人いるかもしれないっていうレベルのやつなんですね、実はね。だからまあ動画編集はできないわけじゃないんでね、全く。まあ今はパソコンがないんでできないけどっていうことなんで、そのあたりもね、まあうちがね、もっとね、がっつり稼いでる YouTuber だったらね、パソコン一つでドーンと与えてね、さあこれで編集しやがれっていうところなんですけどね、そんな予算はないんでね、今日これも予算1万円でやってますからね、この動画。さあ、とりあえずそんな感じ。あ、トイレじゃなくてね、快速三重、快速三重、いや、あれはもう戻ってきました。まあ降りるところするとね、わーっとね人が混んでおったのと、あと私が単純にトイレしたかったんでね、お腹がギュルッときてたんで、サックを書き込んでたんで、もうここで最後締めとってね、まあ無事一周でぐるっと回ってこれましたね。まあ途中でね休んだのもあるんでね、8時、前になってますけど、8時か、になってますけどね、まあ途中休憩なかったらね、そんな、いいぐらいの時間で、まあまあこれでもちょうどいいぐらいの時間ですけどね、8時ということでね、無事伊勢湾一周旅行、完了ということでございますね。まあね、あの今回のやつはね、多分今までの何旅行提案の中では、一番現実的じゃない。まああのいろんなところも回れますしね、まあ、今回のところからね、途中駅をコロコロと変えてもね、いろいろと楽しめますし、ぜひあのね、豊橋、鳥羽をの、ね、特割切符やったり、ね、割引切符か、あれめちゃくちゃね良かったですよ。2700円であそこまでのバス代、電車代とかも全部込み込みになりますからね、非常に便利なんでね、皆さんもぜひ旅行の参考に。これはあの東海3県ね、 JR の沿線だったらね、あの青空フリーパスの、対象のところだったら皆さんが、楽しめるね、プランの提案になってますんでね、うちにしては結構まともなプランなんじゃないかな、あの大江駅から大江駅に行くとかね、西日本の宇部新川と長津市駅と、なんだっけ、岡山の宇野駅と、桜坂駅と、なんかぐるぐる回る、ね、全然こっちの方なんか、ほら具体的にちゃんと観光としてもね、楽しめるやんというのがね、分かっ今回行けたんじゃないかな。いや、分かってます。今までのは絶対あのみんなも、よかったらやってみましょうっていうようなやつじゃなかったけど、今回だって、ね、あ、でもまあ京都のやつはあったか、京都もありましたけどね、島だね。ということで、またね、よかったらこのシリーズとかね、よかったなと思っていただけたらね、チャンネル登録、高評価、コメントとかね、いただけたら、で、ニコニコの方ではね、フォロー、コメント、いいねボタン、広告、ギフト、ギフト、ギフト&ギフトとかね、それにね、
どしどし応募お待ちしておりますのでね、ぜひよろしくお願いいたしますということで、これぐらいでね、この動画は締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。